ここはまだ行ってないはずです。なので、ちょっとね、回復して、ヒルーンつって、エルフ。フェアリー。あ、もう一回か。結構ね、マジックポイントが余裕がないので、ギリギリの感じで使っていかないといけないよね。はい。スライム。ポイズンスライムとスライムズ。どう攻略しましょうか。とりあえずブレスだね。呪文。もう、まあ、ブレスしかやることないね、本当に。で、ここで最初に、まあ、いつもは隠れるんだけど、ハーモニウムをポイズンスライムにかけときましょう。ちょっとした保険です。効くのかどうか。不快になった。不快になった。不快になった。そうか、数が少ないときは確かにマジックミサイルもよく効くはずなので、ファイアーボールよりはマジックミサイルで倒した方が効率がいいかもしれないね。おっと、隠れの失敗。このスライムが刺したっていうのは結構ダメージが大きかったような気がする。当たると怖いね。見事に外れてくれてるのはブレスを唱えてるおかげでしょうか。ノーダメージで耐えましたね。そしたらドワーフ、あとは普通に攻撃して倒していきましょう。まずはポイズンスライムからね。そしてフェアリーが隠れよう。これでよし。ちょっと待って、フェアリーのスキルチェックだね。どのぐらい忍術が上がってるかどうか。普段から戦闘中に隠れる行動がきちんとスキルのね、スキルアップにつながってるかどうか。ドラゴンが隠れました。おっと、当たってしまった。死にダメージ4。ポイズンスライムは多分毒を持ってんだね、この名前から言って。普通のスライムは毒は持ってなかったかな。相変わらずドワーフダメージ受けまくってるね。意外とこのフェアリーなんかを前衛に出してもいいかもしれないね。ドワーフの代わりに。そしたらでもドワーフ装備すればなくなっちゃうね。戦力ダウンにつながる可能性があるから、まあ、やめとこう。ポイズンスライムはまだ2体残ってんのか。まあ、じゃあやっぱりポイズンスライムを確実に倒していきましょう。で、フェアリーは、さっき言ったように、マジックミサイルを使って倒してみましょう。パワーレベル2ぐらいで、いけると思うんだよね。2だとちょうど3体攻撃で、さあ、マジックミサイル、12のダメージ。あ、6の、これじゃ倒せないか。マジックミサイル、確か1から7のダメージで、それがパワーレベル2だと2倍になるからね。最大で14ポイントダメージ与えられるんだけど、まあ、確実に倒すんだったらパワーレベル3ぐらいは必要だったかもしれないね。
相変わらずドワーフダメージ受けまくってんな。ダメージ受けてもスキル上がんないからな。盾を装備してれば結構スキル上がったりするんだけど、まあそういう場合の戦略はアーマーシールドを唱えるっていうね作戦もあるんだけど、まあそれは後々また考えましょう。もうあマジックポイントもない。戦闘中に、まあ戦闘中に呪文を使った方がスキルが上がるからいいんだけど、なんだかんだ言ってハーモニーもうすでにマジックミサイルである程度ダメージを与えてるはずなので、攻撃に当たりさえすればほぼ確実に倒せるはずなんだけどね。ドワーフ回復しないかな。ドーンダメージ20、スライムは死んだ。アポロは鍵が俺だ。あ、そうか、ドワーフが攻撃するんだっけ。やべ、ドワーフ確実にダメージ受けるな。え、モーニングスターで叩いてスライムは死んだと。モーニングスターってのはどういう感じの武器なんだろう。なんか棒の先っちょになんか鉄球のついた武器をモーニングスターって言うんだっけ。やばいな、マジックポイントもだいぶなくなってきてるな。この中は一応調査していきましょう。何もないかな。おっと、散らばった骨々は少し冒険が過ぎた哀れな人々の末路を語っているかのようであった。何かありそうですよ。骨の間を探っていると気になる鍵が一つ見つかった。ダンジョンキーを見つけました。テラリーン。ダンジョンキーね。うん。一つ進歩しました。進歩とか進展ね。そっか、ちょっとね。呪文。あれを唱えるの忘れてた。ディレクション、これを唱えておかないと何が何だか分かんなくなっちゃうからね。今南を向いてるって感じだよね。おそらく出口の方に向い、入り口の方に向いてるはずなんだけど、時間的にもうちょっと進んでもいいとは思うんだけれど、あんまり戻ったりなんだりしてるとまた帰って迷子になっちゃうからね。おっと、ヒュージワームス、ヒュージ WYRMS ワイヤームウィルーム、そんな感じだね。これはミミズっていう意味じゃないんだよね。ドラゴン、ドラゴンなんだよね。ドラゴンの石、手足翼のないドラゴンね。攻撃でいこう。呪文、ブラインディングフラッシュがよく効きます。目がないのにね。戦闘開始。あ、そうか、アポロはもともとなんだっけ、アルケミストだから本当は呪文のスキル上がんないんだけど、今シーフに転職したので呪文を唱えると呪文というか発生術のスキルが上がるんだよね。だから意外と積極的に呪文を唱えてもいいかもしれない。まあ後々
レンジャーに転職したりしたら全然意味はなくなるんだけどね、いくら発生術のスキル上げたって。音を何でダメージ受けんの？目つぶしにしたんじゃなかったっけ。で、一旦引き返した方がいいような、どうしようかなと思うんだけど、まあスタミナは呪文で回復させることもできるし、道具を買ってくれば道具で回復させることもできるんだけどね。ヒュージワーム、ヒュージウィルム、まあ、正体はダンジョンリーチだと思うんだけどね。確かフェアリーがあれ持ってたような気がする。あった、 LT ヒールね。これでムークを回復させましょう。フェアリー、スタミナはまだもうしばらくは持ちそうなので、あ、行き止まりだ、行き止まりだけど、壁を調べてみると最近そこを掘り返し、さらにその後を石で埋めた形跡が見つかった。まるで誰かが通路を掘りその後を塞いでいったかのようであった。うん、まあいかにもな感じだよね。